ネーレウスは、ギリシア神話に登場するワタツミである。特に穏やかな内海を深刻化している。ギリシア神話の英雄ネーレウスとは、綴りが違う。長母院を省略してネーレウスとも表記される。ポントスとガイアの息子で、タウマース、ポルキース、ケイトエウルビアート兄弟、オーケアノスの娘ドーリスとの間に、ネーレイデスと呼ばれる一軍の海の女神たちを設けた。 ティーターン親族とされることもある。ヘーシオドスによれば、人々はネーレウスのことを老人と呼んだ。ホメーロスもイーリアスでネーレウスを海の老人と呼んでいる。ただし、オデュッセイアでは同じく海の神であるプローテウスのことも海の老人と呼んでいる。古代の美術でも老人の姿で表される。そのためプローテウスとも混同された。ネーレウスは正直で、 恩はかつ聡明な神であり、予言の力を持っていた。娘たちネイレイスの数は50人とも、100人とも、いわれ、ポセイドンの日となったアムピトリーテーや、ペーレウスと結婚して、英雄アキレウスを生んだテティス、ガラテア、プサマテイといった有名な女神もいる。彼女たちと共に、エーゲ海の海底に住んだ。ネイレウスは、ヘイラクレース伝説に登場する。ネイレウスは、 海岸で眠っているところをヘイラクレースに捕らえられ、逃れようとして様々な姿に変身したが、ヘイラクレースの力にこうすることができなかったので、ヘスペリスの園へ行く方法をヘイラクレースに教えたという。ありがとうございます。